大所説報道の木村拓也イミシンインスタの長瀬智也2大カリスマの本音。ジャニーズ崩壊で骨を埋める地獄行きに大注目が。創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題をり7日14時より都内で会見を行う。ジャニーズ事務所が設置した外部専門家による再発防止特別チームは、 長期にわたる性加害の事実を認定し、富士マジュリー稽古氏57の代表取締役社長の辞任を提言した。ジャニー氏の成去以降、ジャニーズ事務所からはタレントの流出が相次いでいるが、今回の加害問題の対応次第で、その流れはさらに加速すると見られている。9月1日配信のトースポウェブグは、元スマップの木村拓也、 50にも対処の可能性。スマップ解散騒動の際、木村が残留を決意したのは、妻で歌手の工藤静香、52の影響が大きかったとされる。それは当時の副社長だったメリー北川氏、去年93と工藤が蜜月関係にあったからだという。しかそのメリー氏はもういない。さらに次女でモデルの後期、20。 は世界的なモデルを目指しており、ブルガリのアンバサダーにも就任。ところがジャニー氏の問題は国連案件にまで発展。会社に父の木村が問題視されば後期の海外での活動の足かせにもなりかねないと記事では伝えている。芸能プロ関係者はこう話す。木村さんがジャニーズ事務所を辞めることはないと関係者の間では言われています。 やめるならスマップ解散の時にやめているでしょうし、本人もジャニーズに骨を埋めるとスマップ解散騒動の時には、木村さん静香さん夫妻が悪者のように報じられ、ファンからもそのような目を向けられましたが、木村さんは工藤さんの意向、家族のことも考えて事務所に残る決意をしたのではないでしょうか。他のスマップメンバー、中井雅宏さん、 51、稲垣五郎さん、39、香取慎吾さん、46、には当時、家族がいなかった。守らないといけない家族がいる。そのことが木村さんのジャニーズ残留決断大きなのと見られています。ただ、スマップの人気絶頂時に、周囲の反対を押し切って工藤さんとの結婚を強引に進めたのは木村さんでしたが、